どうも皆さんこんこにちはチャックマスです本日はですね JAL がスターグレードのね特典を一部ね発表いたしましたのでこちらの解説とまたね JAL ステータスポイントの積算対象サービスこちらもね拡大がね以前発表されておりましてこの詳細ねずっと分かんなかったんですけどもこちらね公開されましたので本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。 はいということで、こちらがね、詳細のページになっておりまして、スターグレードごとの特典サービスということで、一応こちらはですね、2 0 2 0年4月上旬開始予定ということで、 あのもっと細かい部分に関しては、ですねちょっと一部ね分かんない部分はあるんですけれども、まあ、大部分がです、ねえー、発表になっております。えー、一つずつ、ねえー、200、ライフステータスポイント500、えー、1500、3000、えー、6000、1万2000というふうにあるわけなんですけれども、まあ、今までですねこの JAL のね特典、えー、の方はですね、えー、分かっていたわけなんですけれども、この JAL サービスという方ですね、まあ、このパートナー企業の特典がね今まで分かんなかったのですけれども、こちらがね、 分かるよううににななっったっていう風になります一応ね、あの両方見ていきたいなと思うんですけども、まず JMB エリート星1の250ライフステータスポイントですね、ラウンジサービス、ね、年2回の桜ラウンジがね、利用することができて、こちらね、JAL グループ特典ということで、JAL パック5月10日開始予定ということで、JAL 国内ダイナミックフェケージにご利用いただける5000の割引クーポン、こちらは5月10日案内予定ですということで、JAL のねサービスが受けることができます。でパートナー 企業とということででホテルですね今回ねあのグレードいろいろあるわけなんですけどもマリオットホテル東急ホテル星野リゾートあとワンハーモニーホテル大倉 ですよねはいこちらの特典がね追加になっておりますこの、えー、JMB エリート星1に関しては東急ホテルズこちらも4月下旬開始予定っていう風になっておりましてまずホテルが東京ホテルズコンフォートメンバーズのゴールドステータスがもらえますで星野リゾートスターグレード会員様限定プランが利用することができてこちら北海道大正 ホテルのみ利用することがででできるっていう感じですねでこのコンフォートメンバーズゴールドっていうのはですね、こちらですね、東急ホテルズのこちら、会員ステータスなんですけども、こちらの得点、ボーナスポイントだったり、先行役、レートチェックアウト12時とかがね、利用することができるっていうふうになります。で、またね、ライフスタイルということで、ウーバー、ゴ o ポボありますけども、こちらでクーポンが利用することができて、ウーバーは期間限定特典、成田、羽田空港発着のウーバータクシー10%オフ。 こちらも4月中旬頃のの、ね、予定になっておりまして、タクシーアプリ GO ですね、こちら初回限定、利用の1000円オフクーポンですね、それ以外、ほぼ2 0のデータ使い放題、7日間無料プレゼントということで、こういった特、ね、典が利用することができます。こちらは JMB エリート星1の特、ね、典になるわけなんですけれども、まあ、これがね、あのステータスがどんどん上に上がっていくことによって、 どどんどん、ね、豪華になっていくっていう感じですね。次、JMB エリートプラス見ていきましょう。こちらは500ライフステータスポイントを稼ぐと利用することができます。まず JAL のサービスとして、先ほどのラクララウンジが年6回ですね。で、こちらも先ほどと一緒 JAL パック、ダイナミックパッケージにおける5000円オフクーポンですね。で、パートナー企業特典ということで、ホテル、東京ホテルズが先ほどと一緒ゴールドメンバーですね。で、スターグレード、星野リゾートでスターグレード対象プランが利用することができます。 できますそれ以外は同じっぽいですね、はい、同じの得点が利用することができて、これが JMB エリート、500ライフステータスポイントを稼ぐと利用することができます。で次で次すね こちらは JGC、えー、ほとんどの方が、ね、1500ライフステータスポイントになっていると思いますけれども、こちら JGC の方が、えー、こちらですね、3スターということで、まあ、こちらのね JAL のサービスに関しては、まあ、今まで通りねラウンジが利用することができたり、プライオティーパッケージサービスとかね、まあ、こういったのがあるわけなんですけれども、まあ、こういったのがね利用することができます。こちらに関しては特に変わってないですね。で先ほどのね特典と一緒のように JAL ダイナミックパッケージの5000割引クーポン。で次に モールですね、ジャルモールで月1回使える5%オフクーポン、まあ、ジャルモールね、結構、ジャルのね、あの商品売ってたりするんで、これは嬉しい人いるかもしれないですね。 で次にパートナー企業ですね、まあ、こちらがね、あの主に発表されてなかったんですけども、まず東急ホテルですね、4月下旬、こちらは先ほどと一緒なんですけども、こちら、JGC のね、あの1500ステータスポイントになると、東急ホテルメンバーのプラチナステータスにご招待ということで、しかも新規の方、既存の方、どちらも対象ですということで、これ、いいですよね。 でこれがどういった特典になるかというとこちらがプラチナなんですけれどもレイトチェックアウトウェルカムドリンク客室のアップグレードもね利用することができるっていう風になるんですよね。これはめちゃくちゃゃくいいいででですすよねね今後、ね、JGC 持っている方は 東急ホテルズのプラチナステータスになれるという風になりますのでこれはめちゃくちゃ朗報ですよね。で星野リゾートはこちら先ほど一緒で会員限定のプランを利用することができてこれ以外の特典も特に変わりはないっていうところですかね、まあ、それ以外にも今までご利用いただいてたパートナー企業の特典も引き続き利用することができるっていう風になりますいやこれね本当にいいですよね。 では次に3000ライフステータスポイント4スターになると JAL、えー、サービスホテルエンターテイメントライフスタイルということで項目が増えます。まあ、で JAL のサービスについてはね今まで通り利用することができて下の方に行っていただくと JAL グループ特典ということでこちら5月中旬から開始予定みたいなんですけども空港宅配サービスがね年2回まで無料が追加されるんですよね。 これすごいですよねですので、えー、3000ライフステータスポイント、ね、4スターを持っている方に関しては手荷物高いサービス、ね、年2回まで無料出発宅配のみということで帰国は使えないんですかね、まあ、5月中旬開始予定ということでこれはいいですよね。でまたっきの一品の品 エグゼクティブコレクション、JAL とっておきの一品 JGC フォースター以上の JME ダイヤモンド、JGC プレミア、JGP サファイアの会員限定を、えー、商品をご用意ということでこういうのも利用することができます。こちら先ほどと一緒。で、またね、こちらは JGC フォースター以上会員限定の JAL パック特別プランをご用意。これはちょっと良さそうですね。この JAL パックも5月10日から利用することができるっていうふうに。 なりますやはりね3000スター以上だとすごいですねで次にホテルですホテルについてはマリオットボンボイがね入ってきましたね1泊ごとに最大2000マリオットボーナスポイントをプレゼントということでこれすごくないですかめちゃくちゃいいですよねこれ対象プランとかなのかなちょっと詳細はね4月下旬ということで 一泊二千ポイントもらえるんだったら、めちゃくちゃいいですよね。で対象レストランバー五パーセントオフが使えますと。と、こちらは、日本国内及びグアムの対象ホテル。滞在時のみ利用することができて、詳細は四、ね、月中旬に案内予定ということで、この一泊最大二千ポイント、めちゃくちゃ気になりますよね。はいまあ、こういった、ね、特典が四月中旬に、ね、詳細がわかるみたいですね。 で次に大倉、えー、日光ホテルズということで、大蔵、えー、日光ホテルズジャルシティで、えー、ワンハーモニープログラムステータス、ロイヤルへの簡易へ招待ということで、すごいですね、こちらもね、ステータスがもらえるということで、この大倉日光ホテルズのステータス特典はね、こういった形になっておりまして、えー、ロイヤルに関しては、ここですね、はい、レイトチェックアウトも利用することができますし、クイックチェックイン、ボーナスポイント、ボーナスマイル。 ロイヤルエクスクルーシブ会員料金、レイトチェックアウト、ワンランク上のアップグレードね、はい、これはすごいですね。ポイント数繰り越し特典とかも利用することができて、でこの、ね、ワンランクアップグレードなんですけれども、こちらは、えー、これですね、ワンランクアップグレードデジタルバウチャー、エクスクルーシブ会員のお客様無制限、ロイヤルの会員の方はカード有効期限内にお使いいただけるデジタルバイチャー5泊にてご利用いただけるみたいですね。でもいいですよね アップグレードも利用することがあって、レイトチェックアウトも利用することができるということで、これはめちゃくちゃいいですね。ホテルのステータスもね非常に優遇されてくるんですね。で、またね、東京ホテルズもね、先ほどと一緒のプラチナ、またね、星野リゾートも先ほどと同じようなね、プランが利用することができるっていうふうになります。で、次にね、これはエンターテインメントっていうのはね、入ってるんですけども、これはね、まだ分かんないんですよねねこれちょょっと気になななりますよ、ね、どんん特典なんでしょうかね。 やはり JAL、えー、なんでもしかしたらディズニー系の特典かもしれないですよね。 で次にライフスタイルということで、こちらね、ポボの先ほどのやつと、あと、ウーバータクシーですね、入っております。それでは次に、6000ライフステータスポイントですね。JAL のサービスに関しては、今まで通り利用することができて、JAL、その他の特典ということで、空港高いサービスがね出発高いのみ2回利用することができて、ここら辺も先ほどと一緒ですかね、JAL、はい、モール、JAL パックとかもね利用することができるっていうふうになります。 で、えー、ホテルの方ですね6000ライフステータスポイント、えー、5スターになるとマリオットボンイホテルは一緒ですねで次にこちらですね、えー、ワンハーモニープログラム最上位ステータスエクスクルーシブ会員へご招待ということでこのね6000ライフステータスポイントになると エクスクルーシブ、このワンハーモニーの、ね、一番上の特典になるんですね。これはすごいですね。先ほどの,、ね、あのワンラックアップグレードもですね、これエクスクルーシブになると、デジタルエクスクルーシブ会員は無制限で利用することができるみたいなんで、これはすごいですね。こういった特典が入ってくるんですね。で、またね、東急ホテルズ、こちらもねダイヤモンドになるということで、東急ホテルズのダイヤモンドはこちらですね。 客室のアップグレードも、ね、入りますし、えー、滞在時間延長13時間特典とかも、ね、入ってくるんですね。これもすごい さすがね5スターっていう感じですけどもこういった特典がね利用することができるんですねでこちらエンターテイメントはこちらもしばらくお待ちくださいでライフスタイルは先ほどとポボウーバー GO ということでこちらも同じですねそれでは一番上の JCC6 スター1万2000ライフステータスポイントになるとこちらは何か変わるのかな特に変わらなそうですかね JAL、はい、の特典もね非常に強くなりますけどもそれ以外の特典は何か変わるのかな一緒そうですねエクスクルーシブ会員ですし東京ホテルズダイヤモンドですしっていうところででエンターテインメントはお待ちくださいでライフスタイルは同じですねはいまあこれ5スターと6スターはねそんなに変わんないのかなはいこういった感じになりまして JAL、えー、のねスターグレードの特典がねまあ 一部ねあの詳細わかんない部分はあるんですけども、まあ、大体ね、えー、明らかになってきたということでいやこれはねちょっとどういった感じの特典になるかね非常に楽しみでしたけどもこれはいいですね。で今回ですねこちらもね発表になったんですけどもこちらですねライフステータスポイントの拡大がね以前ねしますよっていうのはねあったんですけどもどういった感じでねあの 拡大さされれるかってていうのはです、ね、はですすねね発表がなくどういった感じでこのライフステータスポイントが貯まるのかっていうところですよね。今までこのカードとかペイとかね、JAL モールとかのね、詳細は出てたんですけども、トラベルウェルネス、電気、機内販売、JAL パックとかね、ここら辺が今回ね、発表になったっていった感じになります。で、こちらは2024年4月1日以降のご利用実績分ということで、まあ、この動画出てるのね、まだ3月っていうふうになりますんで、まだね、開始になっておりませんので、 今現在トラベルウェルネスとかね利用されている方も。 あの反映されなないいっていう風になりますんでこの点ご注意くださいでは、1つずつ見ていきたいなと思うんですけれども、JAL ウェルネストラベル、こちらね、あの利用されてる方、結構いらっしゃるかなと思うんですけれども、あの歩数アプリみたいな感じで、まあ、こちら有料プログラム、お試し期間もありますんで、お試し期間でもね、下の方に行くとね、あの OK って書いてありますんで、4月1日以降ね、やったことない方はこれ入れていただくと、1ポイント稼げるっていう風になりますんで、ぜひやっておきましょう。でで指標は登録期間とということでライフ スステータスポイント積算基準は1ヶ月って言ってたらになりますで、JAL 電気ですね。こちら指標がマイル。1マイル以上積算で1ポイントがもらえると。で、月の 1, 1ポイントが上限になっておりますので、1ポイント以上は何マイルもらえたとしてももらえないっていうふうになります。で、次に機内販売ですね。指標はマイル。で、100マイル貯めるごとに1ポイントっていうふうになりますんで、まあ、100マイル貯めないとね、1ポイントに行かないっていうふうになりますんで、 1>, まあ1万円のものを買って1%還元だったら100マイルっていう風になりますんで JAL カードとか、ね、機内販売とかだと、まあ、ちょっとねあのプラスマイルとかありますけども、まあ、結構ハードルは高いですねで次に JAL パックツアー国内海外ということで手法は、ね、ツアーマイルっていう風になりますんでご利用1回で1ポイントで国際線のツアーであれば3ポイントがねもらえるっていう風になりますでこのシャープ3はね 2024年4月出発以降、かつツアーマイル積算対象ツアーが積算条件となります。ツアーマイルは参加者代表者に積算されるというふうになりますのでこの点、ご注意ください。でこの、ね、JAL 機内販売のこのシャープ2なんですけどもこれはねお家で機内販売によるご利用に積算マイルも対象みたいですね。 ですので、こちらで稼ぐっていうこともできるみたいですね。で、次に JAL のふるさと納税指標は寄付額ということで、JAL ステータスポイント積算値順は5万円ということで、JAL ふるさと納税で5万円利用していただくと1ポイントがね、もらえるっていうふうになります。あ、で、積算日はね、全部こちらに書いてありますので、こちらね、チェックしてください。で、この4番は。 毎月1月から12月の寄付額をカウント対象となります5万円に満たない場合翌年の寄付額としての繰り越しのカウントはできかねますということで、まあ、1年間で5万円ねあのふるさと納税していただければ1ポイントをもらいますでいいですね割愛させていただきます。 で JALPay 両替、これ結構いいんじゃないかなと思うんですけども、この JALPay ね、両替するとマイルがもらえるんですけども、それがね、300マイルに達すると1ポイントがね、もらえるっていう風になります。で、6番ですね、JALPay 両替マイルが対象、各種キャンペーンなど積算されるボーナスマイルは対象外ですということで、このね JALPay っていうのはですね、私もね、これ、あの申し訳ないことに、これをね、見るまでね、あこれ、両替でマイル貯まるんだっていうのね、使ったことがないんでね。 知らなかったんですけども j a l p a y っていうのはですねこういった形で。 海外でもマスターカード加盟店ご利用可能で事前にアプリ上で両替ができ両替に額に応じてマイルが貯まりますということでアプリで、ね、あの両替するとマイルが貯まるみたいなんですよね。まあ、JALPay っていうのは、ね、一応この海外でも使えますけども為替手数料が、ね、めちゃくちゃ安いみたいなそういった話は、ね、聞いたことがないので、まあ、利用するかどうかっていうのは、ね、本当にこういったポイントを稼ぐかっていうところにかかってるかと思うんですけども。 積算マイルはですね両替で1000円で7マイルがね獲得することができます。でこの両替なんですけども外貨から円外貨から外貨の両替時は対象外っていうふうになりますんでしかもね当社が扱う14通貨に両替した場合に。 限るという風になりますのでこの点ご注意くださいでこれ1000円でね7マイル獲得することができるっていう風になるんですよねまあこれねコースによってまた違ったりしますのでまあご自身のコースねチェックしていただければなと思うんですけれども私はショッピング atm コースになってますんで1000円で7マイルでこの積算基準が300マイルっていう風になりますんで一体4万3000円で1ポイントっていう風になりますんで まああこれ、ね、あのライフステータスポイントね狙っている方であれば、まあ、このポイントを稼ぐっていう意味でね JALPay でねあの為替交換してね利用していただくっていうのもまあそんなに悪くないかなっていうところですよね。4万3000円で、まあ、1ポイントっていうふうになりますのでまあ、1回、海外旅行行けばねまあ、5万円ぐらいは使うかななんていう風に思いますのでじゃあそれで1ポイント稼げるんだったら足しておこうみたいな感じでね利用していただくのもねいいのではないのかなと思います。で 次に jal abc ということででここういったねねサービスがあるんですよ、ね、この JALABC、えー、高いサービスとかねあのクレジットカードの付帯で結構ついていると思うんですけどもこちらもですね、えー、マイルが貯まるということで、えー、それがねこちらになっておりまして、えー、積算マイルですね。えー高 これはね高いサービスこのね j a ルは高いサービスなんですけども下記の通常マイルがプラス50マイル今貯まるみたいなんですけどもこれが通常マイルみたいなんですよね。で出発到着で100マイル往復だと200マイルがね貯まるということでこれが200マイルに対して1ポイントっていうふうになりますんでまあ往復利用していただければ ジャルカード会員の方がね1ポイント稼げるっていうふうになりますんでまあこれ往復使ったら多分56,000円もっとするのかな結構すると思いますのでまあこれもねあの修行の一つみたいな。 ライフステータスポイント修行みたいな感じになるかと思うんですけども、まあ、こういうので集めたいよっていう方はまあ利用してもいいのかななんていうふうに思うんですけどもまあでももらえても1ポイントなんでね結構高いですよね。で JAL 住宅ローンということで融資実行すると20ポイントがもらえるっていうふうになりますんでこれもうちょっともらえてもね住宅ローンなんでねいいんじゃないかななんていうふうに思うんですけどもまあ、こういった感じでですね JAL ライフステータスポイントがねえ付与されるっていうふうになります。で冒頭 にも言ってると思いますけれども2024年4月1日以降っていうふうになりますのでこの動画が出てるのはまだ3月っていうふうになりますので今始めても何にもたまりませんのでねこの点ご注意ください。 はいということで今回ですね JAL がスターグレードのね特典の詳細を一部ね発表しましたのと JAL ライフステータスポイントのね積算対象サービスの拡大がですね詳細分かりましたので解説ねさせていただきました私の動画見られてる方はね JGC ねあの持ってる方が多いかと思うんですけども これからね、JGC 狙いたいっていう方であったりジョイステータスねどんどん狙っていきたいっていう方は、まあ、ここら辺のね、まあ、なんつうか JAL 経済圏じゃないですけどもねこういったのを囲って利用していただくとですね、まあ、ポイントがね早く貯まるのではないかと思うんですけども、まあ、お金はまあまあたまりますんでねここはねあのお好みになるかと思うんですけども是非ね参考にしていただければなと。 思いますということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、p 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントサイト診断ね、こちらからね、無料で利用することできますので、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。